おはようございます。わがんせの影やんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、先日ですね、えー、解剖学は面白い。 というね、えー、本をこう読み終わりました、読了しましたと、えー。上野正彦さんが、えー、書かれた本になります。うん、で、えー、僕はまあ職業柄というかね、えー、解剖学をやっぱこう勉強している。で、これはもう前からね、ちょっとずつこうやってはいたんですけど、なかなかね、その頭なんかもこう入りきらないというか、えー とこう解剖学をこう最初こう難しいけど全部こうやり終わって、えー、体がねこう一つにつながってそこからこういろんなことが見えてくるっていうこともこう言われてたんで、えー、解剖学はこう身につけないといけないなと思って。 ていましたで解剖学、生理学か、解剖生理学ですね。で、えー、こういうね、こう解剖生理学の勉強、特に生理学もそうですけども、あのー、そのそ体の神秘というかね、こう奇跡的なねこう体のうんその働きというんですか、えー、こんなことがこう人間の体の中でこう来てて、うきてて それによってこう自分が生かされているというか、えー、そういうことがわかるとねすごくこうなんか本当にこう人間ってすごくすごいもんやなというかその恵まれたこう状態になってるんだなとかね、えー、そういうことをこう思いますねその本当にねだからこの例えば腎臓の働き一つ、えー、肝臓の働き こういろんなね働きっていうのがですねこう結局、えー、あの結局じゃないその働きをこう人工的にやろうと思ったらすごい、えー、ことをしないとできないことらしいですね。ですも,もちろんお金もものすごくかかるし、えー、その設備にしてもそういうのをこう見つ 作り出してって言うとすごい大変なことになるらしいんですけどそれをこう人間っていうのはね、体の中でしているということなんですよね。うん。だからそのなるべく人間側としてはその、えー、体の働きが、えー、を妨げるようなことをなるべくこうしない状態をこうしていくのがこう体にとっていいことかなというふうに思いますね。うん。 本当に、ね、もうこれを勉強,勉強するというかこういうのをしっかり理解してこうすごいなとこう面白くなってくるっていうかね、えー、そういうのはこうあると思います。うんまあ、解剖学は面白いの本の話をちょっと今してないですけども、えー、解剖学がは面白いっていう本はですね、えー、全くその体のことが分かってない状態で読むとなかなかこう大変かなと思います。 分かりやすくは書いてあるんですけどもこういろんな用語がねこう頭に入ってこないと思うんですよねいろんなねこう、えー、言葉が出てきますけどもでちょっとこうかじっているとですねその読む,読むとその 頭の中に入ってきやすいという形があるかなというところで、僕は前に以前1回読んで、ほんで、今回また2回目読み終わったんですけども、やっぱ1回目の時はほとんどちんぷんかんぷんでこう読んでたんですよね。で、最近はですね、最近は言うかこう、YouTube でこう勉強できるんですね、解剖学、解剖生理学っていうのがね。で、今、大体こう、YouTube の中でこう、 見てるやつがですね、えー、僕の中ではこう4種類ですね、えー、4種類の解剖生理学のこうチャンネルをこう見ています一、えー、つがメデ,ィメディカルロックティーチャーうさんのこう、えー、番組ですねこれをこうその再生リストかなリストの中でこう順番にこう1日1本見ていく形ですねで猫かさんの、えー、動画もこう見させてもらっうと。 で秒速ナースさんのね、えー、それも1章から2章3章4章って今9章言ってますけども、えー、それをこう1本ずつこう見ている形であったりあとえー、なんとか五郎っていう方のね、えー、番組もこう見ているとでその4つをこう毎日こう毎日いうか金曜日から火曜までですね金曜日から火曜まで、えー、毎日4本を5日間見てるんでまあまあ20本 本のそのそ動画をこう見ていいるという形で、すねで1週間に20本見ていて、まあ、1ヶ月で80本ちょっとですね、をこう見る形でこうずーっと続けてるんですけども、これをこうやっている、どうしてもね、こう忙しく、もほんまにパンパンにこう、えー、仕事が入っている時はこは見れない時もあるんで、最近はでも、ね、朝にね、もうさっと見てしまうんで、えー、見れてる状態ですけども。 でこうやっていくとそのもちろんね解剖学生理学なんでこう重なってくることがあるんですよその4つの種類の動画の中でいろいろ重なってくるそれをしていくと以前聞いたやつをまたこう繰り返して聞く形になったりするんでそこでこう深まっていくかなというところですねで、えー、その番組によってはこう2週目に入って やってるやつもありますね 2, 2回目の,、えー、その再生リストが2回目にこう入ってる。でこれをもうずっと繰り返していって完全に自分の頭の中にも,、えー、もう頭の中で描けるようなねもう解剖生理学が全部頭に入ってるような状態になったらこの勉強というよりはこうアウトプットの方にこう移っていこうかなというふうに考えています。うん いや自分で解剖生理学のこう YouTube のなんかね、えー、番組を作ってみてもいいかなというそこ,そこぐらいまでいけばですよね、うん、相当理解してる状態になるでしょうから、うんまあ、そこまではこう目指していきたいなと、まあまあ、ある程度っていうところで止めてるようではなかなか、うんえー、先いかないんでね まずやっぱり解剖生理学がまず基本であるだろうし、えー、そこからいろいろとこういろいろ導き出すことがいろいろあるということになるんでですね、えー、僕もその、まあ、やりたいことの一つにこう我慢性のね、えー、体操教室というのをこうしていく体操教室から体の使い方講座の方へつな、えー、がっていくと思うんですけどもその体操教室でもこう解剖生理学がしっかり理解できていての、えー まあ体操教室であればこうなかなかいいものが作れるだろうしこう役にも立つだろうからえかなりこうね必要だなと思っております。でえ解剖生理学の本に関してはですね今回ね解剖学は面白いという本を読みましたけどもえまたこう解剖生理学の本が何冊かあるんでですねそれをこう読んでいく形で違う種類の本を読んでいく。 で、こういう解剖生理学の本を、こう、まあ言ったら10種類ぐらい、こう、読み、読み重ねていってですね。で、こう、理解を深めていく。その、それと並行して、その YouTube の4つの番組。え、もしかしたらもう1番組ぐらい増えるかもしれないですけど、今のところ4つの番組を、こう、並行して、こう、見ていく形ですね。これで、どん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 、こう、理解を、こう、深めていく状態をとっていくと。で、そこから、こう、 もちろんお客さんの施術とかこういうのをしながら何か気づいたところからこう、えー、施術に生かせるようなね、えー、ことがあればいいかなというふうにこう考えているというところですね。ということで今回は、えー、解剖学は面白いを読んでということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。